はいどうも、こんばんは、こんにちは。こんばんは、こんにちは。ゆじたそと、ももひきでございます。はい、今日もね、商品紹介。兄弟商品紹介第2弾。第2弾。今日紹介する商品は、こちら。ツインアナゴ。ツインアナゴ。ツインアナゴ。ツインチンじゃないです。ツインです。ツイン、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 ツインアナゴ。2×2、4つの味の酸っぱいグミ。ツインアナゴです。グミですね。はい。チンアナゴは、サンゴ礁の、砂底に住んでいて、体の、下部は、常に砂が入っている。敵が近づくと、全身を穴に引っ込めて隠れる愛らしい海水魚。まあ皆さんご存知のツインアナゴがグミになりました、うん、だからこのツインアナゴね、ちょっと僕たちで食べていきたいと思います。チンアナゴで知っとるか。チンアナゴってあれ海深海魚でしょ。深海魚じゃないね。違う違う、アナゴなんよ。こんなこんなやつね、うん、まあ、これあれでしょ。このチンアナゴはちなみにどっちのチン？珍しいのチンやね。のチン、うん、珍しいのチンやね、うん、でね、こう裏にね、書いてるんですよ。こうここにツインアナゴの方の紹介も書いてるんですけど、ツインアナゴ、グミ目ツインボウ科に属する酸っぱいハードグミの一種。全長4センチほど。グレープフルーツとオレンジ味、グレープとピーチ味の2種類がおり、食感は弾力がある。体表に、酸っぱいパウダー、体表に酸っぱいパウダーをまとっていて美味。あ、だからあの粒々のね、あのパウダーが入ってるのついてるんですね、酸っぱい。でコンビニやスーパーによく生息している。うん、まああんまりよく生息しとるとか 見ませんが、食べていきたいと思います。おお、これでこっちが2種類で、この2種、この上と色が変わってる上と下で1種類2種類って数えるらしいです。で 2×2 で4種類の味らしいです。らしいですね。ではこちら、あ、匂いの方がまあ、あ、いい匂いなんかザラザラが落ちようけど、超オレンジの匂いする。うん、めっちゃグレープの匂いしますね。オレンジと何やったん。オレンジとグレープ。え、あ、オレンジちゃうで。え、オレンジじゃない。オレンジ、グレープフルーツやね。グレープとピーチ、こっちグレープとピーチ、オレンジとグレープフルーツ。ではこちらの方いただきたいと思います。いただきやす。ツインアナゴ、ツイン味はすごい美味しいです。え、うん、味はね、もうあのすごくあのなんかその酸っぱいパウダーが、うん、ほんまにいい感じで酸っぱくて、うん、まあ、あの酸っぱい好きの人は多分いいと思いますね。あのプレグミとかああいうやつが好きな人は、いや、グミとしての弾力も結構いい、うん、いい感じの。ここに書いてます。気持ちいい、気持ちいい噛み心地。そんな硬すぎないんで、うん、まあ僕みたいに奥歯ない人はちょっときついかもしれないんですけど、うん、で、うん、今回採点また辛口でしたいと思うんですけど、これね、比較対象何にします？あのコーラのボトルグミ。わかりにくいな。わかりにくいな。え、だからグミだろ。なんかグミ。あ、ピュレグミ？あ、じゃあの、あ、つぶつぶがついたけピュレグミにする。そうやね。あのハードのピュレグミね。あれのまあ、なレモン味。グレパーでいいんじゃん。グレパー味ないんじゃん。あるよ。食べたことない。あるある。まあグレパー味、うん。あれ点数どれぐらいですか？ピュレグミ酸っぱすぎるよなあれ。それもそれぐらいの酸っぱさはあるか。
あるね、まあ、こっちの方がまだちょっと酸っぱさ的にはまだちょっと低いかなっていうぐらいですけど、俺70点フィレグミ70点フィレグミ70点ではこちらの点数で先に僕から発表したいと思います。70点、俺も70点やな。70点です、うん、あのね、もうあのプレグミとプレグミ、うん、うん、そうですプレグミよりちょっと弾力性あるかなっていう感じですね、うん、型を並べるいい味です。だけどまあ子供とか喜ぶ。そうやね、だからね、こうちょっとこう面白さ要素とかそういうのを含めていくとまだちょっとプレグミより勝つかもしれないですね、うん、これまあチンアナゴね、やっぱちょっとネタになると思うんで、よかったら皆さんもこのチンアナゴでどうかチンチンしてください。それでは今日の動画はこれまでです。 See you! Bye! 僕のお兄さんの YouTube のチャンネルは下の動画概要欄の方に、リンク貼っときますんで、よかったらよろしく Check it out! Baby!みんな、ゆうじたさのチャンネルは登録してくれたかな？みんな、チャンネル登録よろしくねー。